阿蘇市一宮町の阿蘇門前町商店街が、この度、中小企業庁の2018年羽ばたく商店街30選に選ばれ、平成30年4月6日、商店街の代表者が阿蘇市役所を訪れて、佐藤市長に受賞を報告しました。この日市役所を訪れたのは、阿蘇門前町商店街振興協会の宮本和義理事長ら商店街の関係者4人で、羽ばたく商店街30選の賞状と記念品の盾を佐藤市長に披露し、中小企業庁から今年の羽ばたく商店街30選に選ばれたこと、また3月末に経済産業省で行われた授賞式に出席したことなどを報告しました。今回の受賞では、商店街の2代目を中心に和キャモン会を結成し、豊かな水資源を活用した水木巡りや商店街の名物を作るなどして、多くの観光客の誘致を図るなど、さらなる活性化に取り組んだ功績や、また熊本地震後、グループを法人化し、商店街の枠を超えた地域の連携体制を構築したことなどが認められたということです。賞を受けたということは、またそれを一つの励みにして、背筋を伸ばしてね、またよりよくモデルになれるようにね、お互いみんなで力を合わせて頑張っていかないかなというのが、今現在の心境ですね。